ゴスペル、または、福音音楽は、アメリカ発祥の音楽の一ジャンル。元来は、キリスト教プロテスタント系の宗教音楽。ゴスペル音楽とも言う。ゴスペルは、英語で福音及び福音書の意。霊下は、白人の教会音楽、宗教音楽、クラシック音楽と、黒人音楽の融合音楽ジャンルである。それに対してゴスペルは、 黒人の感情の発露やアフリカ的なシンコペーションなどが特徴で、トーマス・エイ・ドーシーらが代表的な作曲者だった奴隷としてアメリカ大陸に連行されたアフリカ人は彼ら独自の言語、宗教などを一切剥奪された。アフリカ系アメリカのゴスペルミュージックは、その苦しい状況下でアメリカ南部のプロテスタント福音派のゴスペルつまり、福音と出会い、 キリスト教への改修を経て、彼ら独自の進学と音楽形態でもって、神に賛美を捧げるようになる。こうして、アフリカ特有の跳躍するリズム、ブルーノートスケールや、交渉の伝統などとヨーロッパ賛美歌などの音楽的、詩的感性が融合して、スピリチュアルという現在のゴスペルの基調となる音楽が生まれた。奴隷制の下では厳しく自由な言語表現を、 制限されたため、黒人霊下の歌詞は、高度に目視的な形態を取らざるを得なかったが、奴隷解放後からの黒人宗教化は、黒人神学のリベラルな表現媒体の一つとなっていった。アフリカ系アメリカのゴスペルミュージックに、顕著なコールレスポンスの技法は、こうした黒人音楽の一つの特徴となり、ソウル、ロックなどは他のジャンルでも使用されるようになっている。 なおゴスペルミュージックには1930年代から黒人教会で演奏され始めたブラックゴスペルと白人クリスチャンアーティストが歌っていたホワイトゴスペルがある黒人と白人の教会それぞれが完全に分離していたためと黒人白人のリズム感が異なるなどの理由で音楽性はかなり異なったものになっていた21世紀では アフリカ系アメリカのゴスペルを、ゴスペルミュージック、ホワイトゴスペルを、コンテンポラリー、クリスチャンミュージックと呼ぶのが通例である。キリスト教会でもこれを用いる教会と用いない、教会があるが、礼拝には時にバンドまで繰り出すこともあり、ゴスペルは盛んに使用されている。教会、礼拝に関連した、場所、イベントのみで演奏したマヘリア・ジャクソン。 ナイトクラブなど世俗での演奏をしたゴールデンゲートカルテット、クララワードなど活動形態は様々だった。シスター・ロゼッタ・サープはギターを弾きながら布教活動を行った。ゴスペルカルテットはフィスク・ジュビリー・シンガーズの初期の成功に続いてアカペラスタイルを発展させた。1930年代にはフェアフィールド4 ティキシー・ハミング・バーズ、ミシシッピのファイブ・ブラインド・ボーイズ、アラバマのファイブ・ブラインド・ボーイズ、ソウル・スターラーズ、スワン・シルバートーンズ、そしてゴールデン・ゲート・カルテットが登場した。センセーショナル・ナイチンゲールズで活躍したジュリアス・チークスは、その劇場型のシャウトスタイルにより、最初のソウルシンガーと呼ばれた。ウィルソン・ピケット、ジェームズ・ブラウン、デビッド・ラフィン、ジェームズ・カー。 オーティス・クレイラは、ジュリアス・チークスに影響を受けたソウル歌手の例である。これらの知名度の高いカルテットに加えて、1920年代から30年代にかけて、多くの黒いゴスペルミュージシャンが演奏を行い、普段はアメリカ南部の通りで、ギターを弾いたり歌ったりしていた。その中で有名なのは、ブラインド・ウィリー・ジョンソンらである。1930年代、シカゴでは、 1920年代にジョージアトムという名前で世俗的なブルース音楽を書いて演奏してきたトーマス・エイドーシーがゴスペル音楽に転校し出版社を設立した。彼は妊娠中の妻とこの死を含め彼の人生で多くの試練を経験した。トーマスはバプテストの牧師であった彼の父から聖書の知識を得てそして彼の母親によって ピアノを弾くように勧められた。家族がアトランタに引っ越した時、彼はブルースのミュージシャンと仕事を始めた。ドーシーはタンパレットとも仕事をしたことがある。1930年は近代的なゴスペル音楽が始まった年であるとも言われてきた。なぜなら、全国バプテスト協議会が1930年の会議で初めて公に音楽を承認したからである。 ドーシーは、ゴスペル音楽を広める努力をした。アメリカ合衆国の初期のリズムブルースに影響を受けた、ゴスペルグループは、当時十分な楽器を備え付けられなかった、黒人協会の状況も手伝って、アカペラという形態のゴスペルを広めた。後に、ゴスペル出身のサム・クック、ジョニー・テイラーらは、ゴスペルから、世俗音楽へ転校した。彼らに、ジェームス・ブラウンや、 レイ・チャールズを含めて、ソウル・ミュージックという新しいジャンルを開拓した。この肘から続へというゴスペルの流れは、少なからず教会の反感を買った。多くのソウルシンガー、アレサ・フランクリン、ウィルソン・ピケット、サム・デイブなどは幼い頃から教会で、親しんでいたゴスペルに、大いに影響を受けたと言われる。また、サイモンガー・ファンクルの大ヒット曲、明日にける橋は、 アレサ・フランクリンがカバーしている。ゴスペルクワイアと呼ばれる数人から100名以上からなる力強いコーラス体を曲の途中から登場させるのは伝統的ゴスペルの手法だがロックやポップスでも使用される場合もある。1990年代頃から生まれたジャンルとしてキリスト教の不教用歌詞をラップ歌詞に載せたゴスペルラップなどがある。若い牧師。 説教者などが教会で説教する際、時折ラップに代用させるものもいる。ジャズ、ブルース、リズムブルース、ヒップホップ、ファンクなど、黒人音楽の多様化はそのままゴスペルの世界にも投影され、聖書をベースとしたメッセージが、これらの多様な黒人音楽スタイルに乗せて歌われている。1830年代に誕生した白人のオルターコールは、 20世紀には、右派、保守派のビリー・グラハムによって利用された。なお、ゴスペル音楽においては、エヴァンジェリスト、ジュビリー・コーラス他の分類がある。ワーシップ・ミュージックについてはコンテンポラリー・ワーシップ・ミュージックを参照。ありがとうございます。